ことぶきみなこのマジことぶき。皆様いかがお過ごしですか？ついについに今回はロンドン街ブラ動画です。イエーイ。ということでですね、イギリスでは少しずつロックダウンに変化が出てまいりました。そこで私がどうしてもね、取りに行かなくてはいけない必要書類がセントラルロンドンの方にあったので、取りに行った時に歩いたその街の様子をご覧いただきたいと思います。その私がやってるセントラルロンドンっていうのが一体どんな場所なのかと言いますと、皆さんが思い浮かべるそこです。はい、ロンドンと言ったらここじゃない、あそこじゃないっていうのがいくつかあると思います。そのあたりの、まあ、全部は巡ってませんが一部をね歩くことができたので、私も大興奮でした。あー、これがまさに私がこう見ていた、ガイドブックとかで見ていた、イギリスじゃないっていうね、完全におのぼりさんでございましたが、そんな街の様子を少し覗いてみてもらえたらなというふうに思います。どうぞご覧ください。超高速、なんかすごいロンドンっぽい。無事に予定していたものがポストオフィスでキャッチできたのでお散歩でーす。はー、嬉しい。かわいい公園、こういう公園がもう至る所にイギリスはあって、本当にいつでもゆっくりお休みできるなって思います。いい建物、おしゃれだな。これも写真とか撮ったりしてたらもう全然先に進まないやつやね。ロケ地みたい。やっぱこう人が少ないと安心して動画とかも撮りやすいですね。そう、イギリスの信号が面白いのでご紹介します。こんな感じで縦です。日本とちょっと違うので、黄色になるじゃん、赤になったじゃん。そして道もバスレーンとかがしっかりあって、そこを走ると良くない。日本とそこは一緒ですね。見ててね、信号が変わるとき、そう、黄色になってから青になります。バス停はこんな感じです。手を上げないと止まってくれません。すっごい。なんかイギリスのいいところって本当にこういう、もう明らかに新しいですよっていうね、ビルディングももちろんあるのですが、ちょこちょこ垣間見える古き良きものも残っていて、すごい絶妙なバランスを保っている国だなというふうに思っております。じゃんじゃーん、これが噂のオックスフォードストリートです。前回ねポストマザーと来たので堂々と歩けます。はい、あれはラジオ局だそうです。朝早いのもあるのですが、どこも空いています。何この真ん中の道、不思議。いいんだ、真ん中の道を歩いてもいいんだ、謎。うん、謎ですね。お、みんな知ってる、こちらユニクロマスインチャンピオン、すごいね。そして、こういう感じで除菌をいろいろしてくれてます。そしてどこでも手を、アルコール除菌できるようになってます。この眺めは圧巻ですね。そういえば皆さん懐かしくないですか？見えるかな、ボーダフォン。ボーダフォンがある頃って私もすごい幼かった頃かなっていうふうに思います。小学生とかで、私小学生の時まだ携帯持ってなくて、でも友達がちょくちょくね携帯持ち始めた時に au 組、ドコモ組、当時ボーダフォン組みたいな、大体大まかに分かれてて、ボーダフォン組の子はちょっとなんかちょっとステータス
ある謎のヒエラルキーがあった気がします。だからこっちに来て当たり前のようにボーダフォンの率が高いというかよく見かけるんですけど、あの当時私たちが見ていたボーダフォンはこれだったのかと納得しております。あ、かわいい。工事中も全部こんな感じでおしゃれ、めっちゃおしゃれ。本当にイギリスでは信号とか関係なく来てなければ渡るってこんな感じでございます。なので Look both ways 両方見て大丈夫だったら渡ってね的な感じです。はい、ということでいかがだったでしょうか。まずは初めてのイギリスに来てから初めてのチューブ、通称チューブ、あとはアンダーグラウンドという風に呼ばれております。そしてそれをこうね電車に乗る時に必要なオイスターカードっていうのがあって、まあ、日本でいうスイカとか他のね IC カードと同じようなものです。最近では Apple Pay などのこうね Google Pay とかそういう端末を使っての支払いとかもできるようになっていて結構ね、進んでいるなという風に思います。そして街を巡る中でもうねどれも本当に作りがタイムスリップしたみたいだなというふうに思いましたね。なのにそんな中に動画の中でもご紹介したようにところどころ現代っぽいモダンなデザインのものがあったりとかして、その混合のバランスが、まあ、日本もそうなんですけど特にロンドンは絶妙なバランスで新旧織り交ぜられているなというふうに思いました。そしてねたくさんこうお洋服屋さんだったりとか街並みもそうだし、こういう風にね信号を渡るんだとかそういうねちょっとしたもう私にとっては結構日常になりつつあることもね伝えられていたらいいなという風に思います。そしてマーブルアーチ、有名なところですね。このマーブルアーチの見た目もねあっぱれっていう感じだったんですけど、その真下にまさかの卓球台、もう日本で超大人気ですね。卓球ですよ、馴染みのある卓球台があって、しかも紫色、マイカーっていうところでなんかこうテンション上がりましたね。そしてその卓球の話をホストマザーにも聞いたんですけど、ピンポン、あと、まあ、テーブルテニスっていうんですかねはもう大学とかには当たり前に、しかも屋外に大体あるらしいですもちろん室内のところもあるとは思うんですけど、まさかの屋外ということで、未だに屋外では卓球やったことないのでどれぐらいね風の影響で負けてしまうのかとかちょっとね試してみたいものだなというふうに思いましたので、いつかイギリスでピンポンやってみたいと思います。マジコトブキ。さあということで今回の動画いかがだったでしょうか。次ねいつセントラルロンドンの方に行けるかちょっとまだわからないんですけれども、また行く機会がありましたら皆様にねお届けできたらいいなというふうに思います。今回の動画が良かったなと思ってくださった方はいいねボタン、コメント、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。ということで今回のことぶきみなこのマジことぶき、この辺でまたね、バイバイ。